この辺にもおもちゃが嫌がるし、あいつが出てくるのは確実だよな。みてえなシルエットに見覚えがねえか。なんなのよあいつ、いくらなんでも大きすぎるわ。みんな気をつけて、あれはドン・キホーテファミリーの最高幹部ピーカだよ。お前が麦わらのルフィ、我がファミリーに立てつく者たちは俺が相手に。相変わらず声だけ。しー、やめろルフィ、挑発すんな。だってさ、やばねしねえよ。見たところあの時と何も変わっちゃいねえ。こいつのことはよく覚えてる。切り替えのある相手だったぜ。あいつどこ行った？サプラの野郎は岩の中だ。気をつけろ。レディーが待ってるっていうのに。ディアブルジャンブ。プルミエールアッシュ、やりやがったな。その程度だ。準備 OK だ。三刀流108ポンド砲、まだだ。これだ。あんたたちお金持ってるの？サンダーボルト戦闘。どうすっかな。流走剣龍の息吹。痺れて動かねえ。懲りねえ奴らだ。まとめてやるぞルフィ。おう、やるぞー。
たな。姿を見せたな。おいお前、ディアブルジャンブ、ボアルアフレイルスペクトル。強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィング。まだだ。危機急騰流、アシュラ一部銀。それで勝ったつもりか。つぶれろ。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーボルト、テンポ！やりやがったな。竜槽剣、竜の勇気。シャンブルズ、何しようってんだ。おいコッケ、あいつを何とかするぞ。うるせえマリモ、指図すんな。俺がゴムゴムのブレッド。調子に乗るなよ。どっちが多く倒せるか勝負といこうか。上等だマリモヘッド、覚悟しとけよ。危機急騰流、アシュラ一部銀。それで勝ったつもりか。つぶれろ。ディアブルジャンブ、フリールスペクトル。まだだ。効かねえな。行くわよ、サイクロンテンポ。まだだ。いけるか。邪魔だ。任せろ。効かねえな。竜槽剣、竜の勇気。まずいわね、こいつ強いわ。カンカス。まだだ。
ろ。悪い、助かった。勝負は勝つか死ぬかだ、シャンブルズ。誰が助けろって言った。引かない。ぶっ飛ばしてやる。次はドイツだ。ゴムゴムのガトリング。お前みてえな石ころに用はねえよ。道を開けろ、ソプラノ野郎。いつの声、やっぱたけーだの成長は止まらないわ。怪物と呼ばれようと。すごい、ドン・キホーテファミリーの最高幹部、あのピーカを倒すなんて。感心するのはまだ早い。そいつはあなた。当然だ、コラさんは死の病に侵されている。そしてそんなコラさんが止め、え、家族なのに止めようとしたの。しかも最高幹部だったのよね。家族だからだけど、結局コラさんは引き行くぞ。あいつの場所までもう少しだ。家族を止めようとしたコラソン。そっか。道はないようだが、大きなトゲの先端まで行ってくれ。こんなところを登るのかよ。他に道はなさそうだしな。よし、登るぞ。
ているわ。でもどうしよう。どうした、レベッカ？ここにはお母様のお墓が。お母様はとても。私たちはこのひまわり畑で育てた花を売って生活していたのだけど、あの日私はドン・キホーテファミリーに。ドン・キホーテファミリーに母親を殺されたレベッカは、おもちゃ片足の兵隊に育てられた。しかし民衆を裏切った戦王の孫であると知られた彼女は逮捕され、コロシアムに囚われてしまう。以来コロシアムの当主として国民の嘲笑と罵声にさらされる辛い日々を送っていたのだ。何？それが麦わら屋の言っていた箱か。悪魔の実の能力か。みんなの言う悪魔の実が何なのかわからないけど、その妙な箱で他人の心を覗き見る。あまりいい趣味とは言えねえな。どこであいつらと仲間になった？ドレスローザに来るまで麦わら屋の船にお前はいなかった。そんなこと、あなたに説明するつもりはないわ。Jangan lupa support channel ini dengan like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton.